静岡県東部地震は2011年3月15日22時31分46秒頃に発生した静岡県東部を震源とする地震。静岡東部地震、静岡地震とも言う。地震の規模はマグニチュード6.4。静岡県富士宮市で最大震度6強を観測した。静岡県内で震度6弱以上を観測したのは 2009年に駿河湾で発生した地震以来2年ぶりであった。各地の地表最大加速度経過時間と地震応答静岡県東部の北伊35度18分30秒、東経138度42分48秒、深さ約1 4トルの地点を震源とする。震源は富士山南陸で大陸プレート内地震であるが、 この場所から過去に活断層は発見されていない。マグニチュードは暫定値で6.4と推定され、静岡県富士宮市では震度6強を記録した。最大加速度は防災科学技術研究所が設置した富士宮観測点で1076ルを記録している。この地震により、静岡県内で22人の負傷者などが出た。発信機構は、 北北西南南東方向に圧力軸を持つ北北東南南西走行の左横ずれ断層である。なお、国土地理院の観測結果によれば、この地震によって静岡県裾野市は東方向に、富士宮市は西方向に、それぞれ1トルから3トルほど移動した。また、富士山5号目の地面に、 長さ20メートルに及ぶ亀裂が生じた。これらは土砂崩落の恐れがあるため定期的な測量が行われている。東海地震との関連編集地震調査研究推進本部の地震調査委員会は地震発生翌日に臨時会合を開催し想定される東海地震との関連性について検討を重ねた。その結果、 東海地震の想定震源域の近くで発生しているが、想定東海地震とは異なる。発震機構で発生した地震であると結論づけ、東海地震との関連性を否定した。なお、地下構造とプレートテクトニクスの観点から見た場合、静岡県東部地震は横ずれ断層による大陸プレート内地震であるが、東海地震はプレート間地震が想定されている。 委員長の安倍克行は、静岡県東部地震と東海地震の発震の仕組みについてメカニズムが異なると指摘し、両者の関連性を否定した。また、気象庁の観測結果の分析でも、各地に設置された歪み計には、東海地震に直結するような異常値は記録されていなかった。これらに基づき、想定されている東海地震に、 直接結びつくものではないとの結論に至った。東北地方太平洋沖地震との関連、編集、東北地方太平洋沖地震の前進、本震、余震の記録も、参照気象庁は4日前に発生した東北地方、太平洋沖地震との関連性について、地震のメカニズムや震源域が異なり直接の関係はないと思われるが、それ以上はわからないとの見解を示している。 地震調査研究推進本部の地震調査委員会は、東北地方太平洋沖地震との関連性について、検討を重ねた。その結果、東北地方太平洋沖地震は、概ね東西方向に伸長、南北方向に圧縮する歪みを、広域に渡り与えていると指摘した上で、今回の地震は、その影響によって発生した可能性は否定できないと、結論づけた。 東北地方太平洋沖地震の際には水平方向に4メートル以上の水平変動が記録されており大きな地殻変動が発生していたその結果東西に対して伸長するとともに南北には圧縮する歪みを広い範囲にわたって与えていた委員長の安倍克幸は具体的な関連はわからないとしながらもマグニチュード9.0という大変大きな規模の地震だったことから 何らかの影響はあったと考えられると言及し、東北地方太平洋沖地震に誘発されて、静岡県東部地震が発生した可能性を指摘した。さらに、安倍は、巨大な海溝型の地震の前後で被害が出るような、内陸型の地震が発生するのはよく知られていると述べ、直接的な関連があると確認されていないものの、その具体例として、東南海地震や南海地震の前後に、 鳥取地震、三河地震、福井地震が発生した事例を挙げ、警戒を怠らないよう訴えた。火山噴火予知連絡会副会長の中田節也は、震源が富士山のマグマだまりのすぐ上、山頂の南 4km の深さ約 15km であったことから、あの時、富士山が噴火しなかったのが不思議でならないと述べている。また、歴史的類似性が専門家の有料のもとになっている。 火山噴火予知連絡会会長、藤井俊次は、20世紀半ば以降の M 級を超える5つの地震すべてで、火山の噴火が例外なく誘発されていると述べた。千葉大学准教授、つくいまさしは、平安時代に起きて20世紀以降にない大きな地震、噴火は、富士山噴火と東海、東南海、南海の連動地震ぐらいだと述べている。 2011年3月15日22時31分55秒、気象庁により、緊急地震速報が、山梨県、神奈川県の全域、静岡県の東部と伊豆地方途中部に発表された。地震を検知してから3.5秒後に発表された。ことから、震源から離れた地域では、揺れが到達する前に速報が発表された。メルカリ震度階級に基づく、 各都市の震度震央からの距離とメルカリ震度階級に基づく震度震度4以上の揺れを観測した地点は以下の通り。北は宮城県登米市、山形県薬見国湯座町、西は島根県出雲市で震度1を観測するなど、東北地方から中国地方にかけて震度1以上の揺れを観測した。静岡県神奈美町で発生した地割れの様子。 神奈美町では激しい横揺れに見舞われ、屋根瓦が吹き飛び落下するなど、家屋の一部損壊二棟をはじめとした、多数の被害があった。震度6強の富士の宮市上遺礼や、村山では全壊と認定される住宅もあるが10個に、満たないため激甚災害には認定されず死傷者、最大震度6強を観測するなど、激しい揺れが発生したため、人的被害は広範囲にわたったが死者は幸いにも、 出なかった。静岡県庁危機管理部の発表などによれば、静岡県の人的被害は、重症2名、軽傷48名に上った。また、複数箇所で、震度5強を観測した山梨県においても、富士吉田市や南アルプス市にて負傷者が発生した。避難者被災地では、住民らが指定された避難場所に避難することになった。静岡県では、 最も揺れが激しかった富士宮市で最大400名が避難することになった。また、隣接する富士市でも118名が避難することになった。また、静岡県庁をはじめ、県内の市役所や町役場は、静岡県東部地震に被災した直後であるにも、かかわらず、東北地方太平洋沖地震の被災者を受け入れる、考えを次々に表明している。 静岡県危機報道官の岩田隆人は必要があれば県として被災者を受け入れる住宅の拡大を検討したいと述べるなどさらなる受け入れ拡大にも意欲を示した。震度6強の地震に被災した直後の県が他県から別の地震の被災者を受け入れるという異例の事態となった。住宅静岡県東部地震により静岡県では住宅など327棟が一部 損壊した。しかし、最大震度6強を記録するなど極めて強い揺れが観測されたにもかかわらず、全壊した家屋はゼロだった。観光庁静岡県教育委員会によれば、県立高等学校や特別支援学校など17校にて建物に被害が発生した。校舎の天井が落下したり、壁にひびが入ったり、といった被害が報告された。 観光地静岡県東部地震の発生により、景勝地などでも被害が広がった。白糸の滝では海岸において落石が発生した。さらに、おとどめの滝では一部が崩落した。また、地震の影響が強く地盤の影響を確認する必要性があり、富士宮市の市都市計画課は2012年2月にボーリング調査を行った。震災1年後も、 一部エリアの立ち入りが制限されたままである。文化在庫の地震によって、国の史跡、富士山の構成要素である村山浅間神社と、富士の宮市指定史跡一穴富士湖遺跡が被害を受けた。村山浅間神社では、石道路が倒壊し、本殿前の石垣が広範囲に崩れ、周辺の岩なども散乱したという。一穴富士湖遺跡では、 富士港における石碑30基ほどが倒れ屋根も破損した。そのため、富士宮市は文化庁に対し、村山浅間神社と人穴富士港遺跡の国宝重要文化財等保存整備費補助事業の適用を申請することとなった。その後、修復された。製造業静岡県東部地震の発生は、産業界にも多くの被害をもたらした。特に、製造業においては、 建物や設備の破損した工場や機器の点検のため稼働の中断に追い込まれた工場が多数発生した。朝日飲料の富士山工場は操業停止に追い込まれた。建物の損傷などが確認されたがその後の点検などを終え、17日に操業を開始した。地アでは富士工場及び貫原工場においても天窓が破損した上、ダクト、パネルヒーター、 蛍光灯などが落下した。また、富士宮工場では、天井や壁が一部崩落する事態となり、同社の広報部が、安全上、建物への立ち入りが困難な状況と表明するに至った。その上で、生産再開のめどは立っていないと説明している。鉄リサイクルなどを手掛けるエコネコルでは、富士宮市の本社工場が創業中であったが、停電となり、生産をストップした。 窓や壁の破損に加え設備の制御板にまで不具合が発生し、再生固形燃料の生産を停止せざるを得ない状況となった。生理用ナップキンなどを製造するエリエールペーパーテックでは、富士宮市と富士市の工場が被災し、生産ラインに不具合が生じた。その結果、双方の工場の稼働を停止する事態となった。また、静岡県の製造業は、 先立って発生した東北地方太平洋沖地震の煽りを受け取引先が稼働停止していたり東京電力管内の計画停電に巻き込まれたりといった問題点を抱えており静岡県東部地震の発生によりさらに苦境に立たされることになった電気静岡県東部地震により最大震度を観測した富士宮市では2万2000世帯で停電が起こったなお 富士宮市は、いわゆる東京電力エリアであるため当日計画停電が行われていたが、本地震において再び停電することとなった。水道静岡県東部地震により、静岡県ではおよそ500戸にて断水が発生した。そのため、給水車が出動する事態となった。ガス、静岡県東部地震により、静岡県ではガスが漏れる事故が発見発生した。 道路本来ならば5月の大型連休前に富士山スカイラインの閉鎖解除が可能であったが、路面のひびや森土の損傷などにより安全を期して閉鎖解除を延期することとなった。富士山スカイラインの約40カ所で亀裂があり、そのうち9カ所は大がかりな補修を要する状態であったが、復旧作業が急がれ、6月2日には閉鎖解除が可能となった。 鉄道東海道新幹線は、品川浜松駅間で停電が発生したが、午後10時51分に電力が復旧。11時8分に、品川新横浜間の上り線、静岡浜松間の下り線で、それぞれ運転を再開した。また、この影響で数十分の運転見合わせが発生し、最大約200分の遅れが発生した。 遅れていた東海道新幹線を利用していた乗客のために東海道本線で静岡浜松間に臨時列車を設定した。スポーツ全国高校選抜大会のソフトボール男子大会が富士宮市にて行われる予定であったが中止となった。氷富士自転車登山競争大会は地震におけるコースの地割れなどにより復旧の見通しが立たないため中止となった。 計画停電本地震に伴い、東京電力エリアで行われている、東日本大震災による発電所被害に伴う計画停電の対象から、静岡県東部地域は外されたが、その2日後には再び停電対象地域となった。注意報静岡地方気象台は地震により、土砂災害が発生しやすい状態にあるとして、地震発生から、 翌日の3月16日から注意報の発表基準を暫定的に変えていた。台風通過などの様子を見て、11月11日には大雨警報、注意報と土砂災害警戒情報の発表基準を通常に戻すこととした。震度6強という極めて強い揺れが観測されたことから、22時45分には総理大臣官邸に緊急参集チームが集結した。 東北地方太平洋沖地震による震災に対応する総理大臣官邸の対策室が静岡県東部地震についても対応することになった。緊急参集チームは即座に対応策を協議し、被害情報の収集や被災者の救出に全力を尽くすとともに、状況に応じて東北地方太平洋沖地震の対応にあたる人員の転用など臨機応変に対応することを決定した。 また、防災行政を統括する内閣府では、静岡県東部地震の発生を受け、22時31分に災害対策室が設置された。防衛省では、東北地方太平洋沖地震の被災地に自衛官に、加え予備自衛官を投入していたが、静岡県東部地震にも対処する必要に迫られた。東北地方太平洋沖地震のためすでに省内に、 海外対策本部が設置されていたことから、そのまま同本部が静岡県東部地震にも対応することになった。陸上自衛隊は、東部方面航空隊、第1飛行隊、富士共同団、静岡地方協力本部、山梨地方協力本部、神奈川地方協力本部を投入した。また、海上自衛隊は、第4航空軍と第21航空軍を投入した。 同様に、航空自衛隊は百里救難隊と救難教育隊を投入した。地震発生日当日の午後10時46分には、海上自衛隊第21航空軍から航空機が離陸。午後10時55分以降は、陸上自衛隊東部方面航空隊から映像伝送機や中継機が離陸するなど、航空機が次々と投入され、 情報収集活動を本格化させた。また、静岡県や神奈川県など、被災地にある県庁や市役所、町役場など、各地方公共団体に、陸上自衛隊が連絡員を派遣した。警察庁では、東北地方太平洋沖地震の対応にあたる、緊急災害警備本部にて、静岡県東部地震の対応にあたることとなった。静岡県警察、 山梨県警察、神奈川県警察が情報収集を進めた。また、神奈川県警察や静岡県警察だけでなく、警視庁のヘリコプターにも出動命令が下され、次々と離陸した。また、消防庁では、震度4以上を観測したすべての都道府県に対し、被災者への対応と被害状況の報告を要請した。さらに、横浜市消防局に、 ヘリコプターの出動を命じた。さらに、海上保安庁では、東北地方太平洋沖地震災害対策本部が、そのまま、静岡県東部地震の対策にも当たることになり、ナブテックスや第三管区海上航行警報を出した。東北地方太平洋沖地震は、平安時代前期の869年上岸地震の再来ではないかと言われている。富士山は864年に、 青木が原樹海を作った上岸大噴火を起こしている。中村美沙夫、松浦律子、講演用紙、放映地震翼町の駿河の地震について、歴史地震第27号64。ありがとうございます。